はい、皆さんどうもこんにちは。今回もですね、ドラゴンクエスト5の実況をやっていきたいと思います。前回ね、魔法の鍵と魔法の絨毯を入手したんで、こっからですね、ちょっと今回は、アイテム集めの、回になります。で、魔法の鍵取ったんで、とりあえず魔法の鍵で開けれるところは全部、開けよう。でですね、サンタローズ、アルカパに確かね、あったはず。宝箱が。あ、違う違う。これサンタローズはここじゃない。サンタローズじゃなくて、てですね、あー、敵が出てくるのね。今はいらないのね、あなたたちは。ちょっと待ってね。あ、そうそうそう。これね、これ、魔法の絨毯。いいやろ。これこれ。これ敵出んのよ、しかも。超便利なんよ。はい。よし。アルカパ行って、ね、確かね、酒場かなんかに、宝箱があったはずよ。こっちの、酒場ってどっちだったっけ？これか。あら、素敵なお客さん、何か飲む？伝説の勇者の話、ちょっと待ってね。あ、開けてくれた。勇者の話のお父さんが詳しいの奥にいるから聞いてみたら？だって。伝説の勇者について聞きたいだと。よし、話してやろう。だいぶ昔の話だが、闇の帝王、エスナンタラが復活し、世界を滅ぼそうとしたことがあったんだ。これドラクエ4の話ね。天空の武器防具を身につけた勇者が、そのエスナンタラを倒し、世界を救ったっちゅうことだ。ちなみに天空、勇者の武器防具とは、天空の剣、天空の鎧、天空の盾、天空の兜の4つだったそうだ。え、その後の勇者かい？一説には天空に戻ったとも言われてるけど、そこまでは知らんな。まあ、大昔のことだし、どっちにしてももう生きていないと思うぞ。勇者の子孫ぐらいならどっかにいるかもしれんがな。はい、ここにいます。変わらんね。S なんたらやっつけてないんよ。封印しただけなんよ。残念ながら。これこれ。小さなメダル。これがね、魔法の鍵で開くはず。15オールド。石の牙。あ、いらねえ。こんなレベルかよ。いらんわ。これはいらん。あと、いつも開けよるのは、ポートセルミにある。ポートセルミとグランバリアに星降る腕輪があるんで、それを取りたい。ポートセルミ、ポートセルミ。でですね、どこにあったっけ？毎回ここ迷うよね、どこやったか。ああ、そうそう、ここじゃん。ここにあったはず。変な宝箱がね、あるんよ。こっち、これ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 。ああ、何があったっけ、ここ。茨の鞭、いらーん。いらない。いらないよ。命の木の実。ああ、まあ、木の実か。その程度か。で、福引き所があったよね、確かここ。福引き所にも行きたいよね、俺。これこれ。全部で5枚。よし。当たれ。当たれ。一等来い。一等って確かさ、何やったっけ一等って。忘れた。商品の福引き。一等って確かね、なんかね、安く買えるやつって気がする。白。いやー、ちょ、これ永遠ループやないか。一等来い。何パーセント一等って。あ、黒。なんと。ハズレかよ。黒ってハズレな。おい、ハズレ。おいおい、せめて二等ぐらい当たってくれ。ああ、白か。全然当たらんねえ。奇跡を起きろ。奇跡を起きろ。ダメだ。ダメだ。来い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 よー。
やる気ないんか？やる気ないんか？あーん。粘るね。来い。あー、あー、粘るな。ここで一等来たら、天才。ここで一等が出ると天才。金、金じゃなかったっけ？緑か。三等やったっけ？緑って。4等か、すごろく券。まあ、まあもういいんじゃない。あー、残念。ダメでした。福引きはダメだったんで。あとは、グランバニアに、何かがあったはず。ここね。グランバニアは、宝箱があって、そいつを開けると、2階か。2階やったな。2階に宝箱があるんよ。こっちに。そう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 。これ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 。これね、星降るでわかるの。お父さんか、お前は。3000ゴールド。星降るでは。そう、これが使えるんよ。で、これをね、誰にも出すかないよね。毎回誰にも出しよったっけ、これ。素早さがなんと2倍。誰にも出しよったか全然覚えてないけど。ゲマやったかな？息子に持たせよった気がするんやけど。でですね、防具屋さんがどっかになかったっけ？ここは武器屋さんか。サンチョさんの防具をちょっと揃えたいのね。サンチョさんね、口笛覚えるけんさ、俺結構重宝しとんよ。で、何気にね、スクルト覚えとるけん。銀の胸当てをサンチョがね、いけるの。サンチョが。ただでくれ、ただで。そんぐらい。風神の盾。風神の盾って、ベホイミの効果やった？オッケー。で、ちょっと装備は待ってくれ。でですね、こっから、もう一回行きたいところがあって、ポートセルミ。これで魔法の鍵で開けれるところは多分全部開けたはず。ポートセルミって、未だに行ってないところがあるんですよ、一個。そこに行きたい。魔法の絨毯。でですね、これが、そうそう、これがあるけん、これを取ってから行きたかったんよ。真下にね、大きな砂漠があって、その砂漠に国があるんですよ、そこに行きたい。理由はそこに天空の兜があるから。ゲマの守備力がカッチカチになるんで、これがあったら。ですね、ちょっと待ってね。ここ。ここよ。ここに行きたいのよ。なんかここら辺に街あったっけ？これね。何やったっけ？忘れた。井戸になんかあるか？なんだよ、俺の砂漠のバラコレクションなら見せてやらないぜ。でも砂漠のバラばっかり集めても北の博物館の館長にはしてもらえないんだよな。ああ、そう、名産博物館にも行かないかんね。行かんでもいいんやけど別に。何の意味もないんやけど。メダル王のお城にも行きたい。小さなメダルを手に入れた。オッケー。完全探索パート。捨ててこパンツ。おや、お客さんとは珍しいの。せっかくだからいいこと教えてやろう。こっから北に行った大陸にはその昔天空に通ずる塔があったそうじゃ。今もあるかのだって。こんなこと言うんや。知らんかった。ここ、あんまり来たことないよね、俺。でですね。ここにね、あるのよ。
てーれって、てーれって。これ。これが、テルパドールのお城。で、ちょっと宿屋泊まります。160ゴールドですか？おたもりですか？はい。で、この回終わったら、ちょっと、レベル上げとお金集めをしたい。で、勧誘したいモンスターが一匹おるんで、そいつを勧誘、した後くらいから取ろうかな。時間かかりそうやし。伝説の勇者様が現れ、この城にやってくるという日が近いという噂です。旅の親友、吟遊詩人ですが、勇者様にお会いして勇者様のために歌うのが、いいんだってさ。こっちは特にない。砂漠のバラって知ってるかい？何でもこの辺りでしか取れないバラの形の石らしいよ。そう、砂漠のバラがね、あるんよ、確か。取ろっか。暇やし。やることないし。朝にね、砂漠のバラがね、どっかにあったはず。あー、ない。あー、ないっす。なくなった。歩きじゃないといかんのか、もしかして。残念。もう今の昼になったら多分なくなると思う。で、武器と防具屋がここにあるんで、ここ多分大したことないんよ。もう大したことないと思う。うん、やめよう。武器屋さんも特にないね、何も。じゃあ、お城行こう。お城に行きましょう。で、王女様なんですよ。テルパドールのお城は王女様が治めとんですけど、王女様は一旦無視して、ここなんかなかったっけ？何もないか。一旦探索するか。城内を。城内探索しましょう。伝説の勇者様について研究をしているものです。どうやら伝説の勇者様は天空の血を引いていたようですな。その天空の血を引く勇者様の家系がその後どうなったのか、今となってはもはや知る術もありません。そう。ビアンカは、ドラクエ4の主人公が、デスピサラを倒した後に、マスタードラゴンがさ、天空に住めって言うんやけど、エンディングで。もう人間界に住むって言おったやん。言おったんよ。ドラクエ4見てくれたらわかるんやけど。で、その主人公と、誰か、多分、シンシアがもし生き返っとんだったらシンシアか、また別の女の子との、子孫がビアンカになる。OK、言うたらビアンカはドラクエ4の主人公の子孫なんやね。直系の。っていうのを考えたらさ、ドキドキしない？ドキドキしない？ねえ、知ってる世界が再び危機になった時、勇者様が現れるんだって。その勇者様が現れる日が近いってアイシステムが言ってるの。トヨタかよ。ファミリーカーやないか。で、王女様が、下のなんかオアシスで一人にのんびりくつろいどんで、この人に話すんすよ。未来を知る能力も終わり、来た。ようこそいらっしゃいました。私がこの国の女王、アイシスです。あら、あなたは前にも出したことがありましたね。はい。ごめんなさい。これね、前来たことないんですよ。っていうのも、ポートセレメで船をもらってからすぐに来れるんですけど、その時に、この人に話しかけると、あなたなんか勇者っぽいねっていうので、一回連れて行かれるんですよ。けど結局違うっていうことが判明して、なんかでも縁を感じるけど、もし何かあったらまた来いみたいなこと言われて、で、子供が生まれた後にもう一回来ると、イベントが始まります。なんで、まあ、来たということになってますけど、僕は来てないっす。あれからあなたのことはずっと気になっていたのですよ。実は先日、天よりお告げがあったのです。伝説の勇者が現れる日が近いと。ところで、そちらの男の子はあなたの息子さんですか？はい。そうですか、お子さんがいらっしゃるとは、時が経つのは早いものです。お名前は、そうですか、ゲマというのですね。私、その子から何かを感じます。とても強く。その子を連れて私についてきてください。さあ、こちらへ。はい。で、王女がもう、血相を変えて連れて行きます。よいしょ。どこに連れて行かれるんだ？密室か。
あ、これってさ、王女様に話す前に来たらどうなるん？取れるんかな？取れんのか？あ、鍵が開けれんのか？ここに祀られているのが我が国に代々伝わる天空の兜です。伝説の勇者であれば被ることができるはずです。さあ、ゲマ、その兜を被ってみてください。で、ここで、ゲマに話しかけると、かっこいいこと言うんよ。これ、やっと見つけた。あれは僕のだよ、お父さん。かっこよすぎるやろ。さあ、目の前に飾られた美しい兜を調べた。天空の兜を見つけた。見つけました、天空の兜。天空の兜をゲマに渡した。ゲマは天空の兜を被ってみた。天空の兜は大きすぎてブカブカだった。しかし天空の兜がだんだんと小さくなっていく。かっこいい。なんと天空の兜はゲマの頭にぴったりのサイズになった。ああ、なんということでしょう。とうとう伝説の勇者が私たちの前に現れたのですね。ゲマ様、世界を覆う闇を必ず拭い去ってください。さあ、もう戻ることにしましょう。民にもこのことを早く知らせなくてはなりません。ゲマはゲマだもん。勇者でも私のお兄ちゃんだもん。たまげたな、今思えば思い当たることも多かったですが、まさか本当に。すごいや、僕の大きさにぴったりになったよ、この兜。かっこいいよね。ようこんなん考えるよね、マジで。興奮しかせんわ。さあ、これでですね、天空装備は4つ中3つ揃ったんで、もうとりあえずテルパドールには用はないっす。用はないんで、ちょっとね、やりたいことがあるんですよ。まだ17分ぐらいなんで、あと10分ぐらいちょっとやりたいことがあって、いいかな。何がしたいかというと、並び替え、サンチョ、ゲマ、ピエールで、サンチョがね、口笛覚えとったら楽なんやけど、口笛覚えてないけん。ここにね、あるモンスターが出てくるんですよ。あー、違うな。おらんな。あるモンスターが出てきて、そいつをね、あー、イライラ。スクルトするんだ。ミスった。ナイス。いらんよ。いかいか。命令させろで。よし。これ、まあ、エリミネーターも仲間にはなるんやけど、エリミネーターが欲しいわけじゃなくて、俺が欲しいモンスターは他に おるんすよね。出てきたら言うわ。まあ、みんなわかっとると思うけど、もうね、この先のね、スゴロクでめちゃくちゃ使えるんと単純に強い。ありえんぐらい強い。サンチョがなぁ、口笛覚えてくれたら楽なんやけどなぁ。来た！これ！ゴーレム。ゴーレムを仲間にしたい。ゴーレムをとにかく仲間にしたい。仲間にしたい。仲間にしたいんだ。お前は仲間にしたいんだ。来い！来い！来い！こいつ何分の1やったっけ？ 64 分の1やったっけ？忘れた。けど、まあ、そんなに低いわけじゃなかったと思う。けど、ゴーレムは最大レベル50なんですけど、こいつはマジで終盤まで余裕で使える。あー、ダメか。くそ。悔しい。悔しいぜ。悔しいけど、ゴーレムを何としても仲間にしたい。頼む。仲間になってくれい。よし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 。最後に倒したら判定に入るんで。よし、オッケー。天空の剣の攻撃エフェクトかっこいいよね。シャキーンっていうけん。ほら。よし、いけるぞいけるぞ。ナイス。来い来い。あー、レベルが上がる、どんどん。もう、レベルとりあえずいいけん、ゴーレム勧誘できたかどうかだけ教えてほしい。来いよ。来いよ。こんかー。なかなかこんな。まあ、まだ2回しか倒してないけどな。仕方ないっちゃ仕方ないんやけど。ゴーレムが来てほしい。なんとしても。頼む。
ャドウサタン。シャドウサタンって確かザキとなえるよね。地味に鬱陶しかったね。このね、ドラゴンキラーと、あーやばい。ドラゴンキラーと雷神の槍は絶対欲しくて、この先に行くダンジョンで、使うんすよ。ドラゴンキラーがないと、結構倒すのがしんどい敵がおって、そいつを何としても、倒したい。倒すのに、ドラゴンキラーはいる。なんやったら、ゲマの武器すら、ドラゴンキラーにしたいぐらいやもん。気持ち的にはね。けどちょっとお金がないんで、天空の剣で我慢してもらう、とりあえず。あー、ダメやな、こんな。こりゃ仲間にならんぞ。強い、そう。リザードマンはドラゴン契約にさ、1.5 倍ない攻撃。攻撃力か。これがね、強いのよ。ドラゴンキラーのいいところは、ドラゴン系統に 1.5 倍のダメージなんで、他の攻撃、他の武器で攻撃するより圧倒的に火力があるんで。おいよ。お前らか。お前らはいらん。お金が貯まったらゲマの武器も変えたいな、ドラゴンキラー。ティリリリッティッティッティー。レベル10。またレベル10か。まあまあ長いんやな。来い。ゴーレム来い。ゴーレム夜出てこんとかある？もしかして。あれ？出てこんか？もしかして夜出てこん？ゴーレム。マジで。よっしゃ。エレベーター結構便利よ。敵に襲いかかってくれるけん。ティリリティティティー。ベギラマ。強いのよ。勇者強いのよ。勇者いろいろ覚えるのよ。あれ、ゴーレム出てこない？もしかして、マジで。あ、出てこんな、これ。昼にするか。ちょっと待ってね。出てこないパターンやった。サンチョが地味に強い。サンチョにね、口笛を覚えてほしいな。石の斧。ちょっと昼にするか。いや、これ困るな。口笛覚えてくれんと。口笛覚えてくれたらだいぶ違うんやけど。一晩40ゴールドですが、お休みになりますか？はい。おはようございます。おはようございます。どうもです。さあ、で、もう一回ゴーレムを集めに行こう。もらいに行こう。ゴーレムのいいところは、武器、装備できる武器が単純に強いのと、あと体力、力、防御力がとてつもなく強い。マジでトップレベル。で、何が強いって、レベルが上がったら、瞑想を覚えるんですよ。瞑想を。消費 MP0 で体力を500回復する。自分の。もう最強やろ。こんなの。ただまあ、体力も確か600までは上がらんかったと思うけど、種食わしとったら、もう多分普通に一人でも魔王とか倒せるレベル。そのレベルで強い。あれ、ゴーレムが出てこんな。来いよ、来いよ。リザードマン。やっぱりちょっと、あれ？あ、違うやん。人が変わっとる。ピエールじゃない。えらい弱いなと思ったら。ノコギリ刀、怖っ。
そうか。町に入った段階で人間ギャラになるんか。それは失敬。ゴーレム来い。ゴーレム来い。頼む。ゴーレム来い。シャドウサタン、いらねえ。ゴーレムに会いたいんですけど。ゴーレムに会いたいの。来たー。よし。ボスガルムを先に倒すぞ。よし。倒せる倒せる。来い来い、ゴーレム。来い来い。くそ。はぁ、じらすな。ゲーマーはレベル14に上がった。まだか。メッキ。メッキ、ベホマラ覚えるの？え、マジで？やば！マジで使えるやん。えぐない？え、メッキやばすぎやろ。マジで？え、これからメッキより仲間にしよう。ベオマラ覚えるの？いや、これゲマも覚えるんよ、ゲマも。息子も覚えるんやけど、一応。一応覚えるんやけど。まあまあ先ないよ。レベル30ぐらいじゃなかったっけ、覚えるの。メッキーもう覚えたやん。すげえな。マジですごいな。オークスがめちゃくちゃ上がる。急に。オークスが覚醒した。マジか。メッキー、これは、確定やな。一軍確定やな。こんなに回復が使えるのは珍しい。知らんかった。ほんまに知らんかった。キメラがここまで使えるとは思ってなかった。リザードマンか。ああ、ちょっと嫌だよ、止まるか。もうちょっとやってみるか。もうちょっとやってみて仲間にできたらいいな、ぐらいな。なんとか仲間にしたいのよ。よし、来たー！よし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 。あれから10分ぐらいかな。多分編集で切っとんですけど、あれから10分ぐらい、戦い続けたら来た。ゴーレム、寝よるな、おい。おいおい。寝ない寝ない。来たっす、ゴーレムが。よっしゃー！強いの来た！ウレピオ！なんとゴーレムが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている仲間にしてあげますか。はーい。やったぜ。誰を預かり所に送りますか？誰にしよっかー。オークス、メッキー。メッキーが思ったより使えるけんな。メッキー置いときたいよね。意外やった。オークスもまあ、ザオラル要因やけど、オークスでいっかー。桃にする？桃、ちょっと弱いよね。正直。申し訳ないけど。桃にするか。申し訳ない。桃。ごめん。今回はごめん。メッキーが思ったより優秀やった。よし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 。はい。ということでですね、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。前回じゃない。次の動画の前に、ちょっとレベル上げと装備整えてからまた撮りますんで。じゃあ一旦ここで終わります。よかったです。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。